はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきます。前回拠点確保だとかいろいろやったりして、今回はいよいよ、この人たち誰だったっけこの人たちを倒して、そうだ、イジラだ。イジラの砦の制圧に行きます。この先、あと300メートル付近。ここだ。ファイアースクリーム、違う、ファイアースクリーマー砦。ここを制圧しちゃうと。すでにちょっと明るいけど。ここはどんな砦だ？ダーの砦は以前に制圧したけど。さあ、降りて。今夜だから寝てる人もいるのが。明るい。非常に明るい。フクロウ。砦はね、ステルスでもまあそりゃ行きたいけど、まずはしっかり制圧できることを前提にやっていこう。小屋の中に敵入ってそう、ほとんど。なんか赤く光ってるな。これ笛だね。捕虜がいる。固めのやつもいる。あ、大将と思われるやつはこいつだな。違うな、こっちかな。どっちだろう。まあいますな、敵たくさん。どうしよう。まずは、こっから降りていこう。ここは敵はいないはず。ファイアースクリーマー砦で。やつ大将じゃない。だけど上のやつら2人が下に戻り始めてる。いや、下には戻ってこないか。あの固めのやつテイクダウンしちゃうか。下まで、おーっと、あいつか。こん中には誰もいない。危ないよ、ここにいて。離れすぎると、わっ、そんな、ああ何してんのサーベルタイガー。ダメだな。てか大将こやつじゃん。こやつなのかな。え、違う。はい、失礼します。なんとかセーフだ。で、スキルゲットで6ポイント貯まった。体力増やす。なんとかセーフか。こいつやりそう。上の見張り怖いな。お、まずいかな、こっち来ちゃうかな。
大丈夫か。ちょっと死体ここじゃ見つかりそう。かなりの至近距離だよ。向こう向いてんのか。この人たち一回奥、ああよく開けてきちゃう。一回奥を向かせてここを離れたい。あっち向いて。テイクダウン、ヘビーテイクダウン成功。はい、ちょっと一緒に来ようか。で、これ壊しておこう。あ、起き始めた。起床タイムだ。離れてもう一回全体図を把握しよう。フクロウ、こっちの方が広くて敵もまだ少ない。ここが入り口なんだ。で、正面に2人の見張りか。だけど今夜が明けたから何人かが正面から出てってる。で、あと上の3人は気づきそうにないな。こいつやっちゃうか。わしおい。引きずって。念のために打ち上げて。こっちにやっとこう。で、お、後ろ振り向いた。あの見張り、あ、一人降りた。ラッキー、一人降りた。そのままこっちに来い。あー、でもこいつは音にはあまり警戒しないのか。警戒しないというか、単純、あ、単純だね、うん、結構単純。はい、こいつも同じとこに片付けとこう。でも夜になったらまた戻って就寝するだろうからね。はい、上の3人は取っとくか。あの見張りは降りないのかな。音鳴らせば降りそうだけどな。降りない、降りないか。よし、奥まで回ろう一回。さあ、村の入り口側にやってきた。とにかくあの見張りだな。あの見張りは一向に降りようとしない。こっちにも見張りいたんだ。見張りにバレない位置で敵を少なくしていこう。はい、失礼します。ステルスも夢じゃない。
ちに片付けておこう。なんでイジラってこんな青い塗料たくさん集めて塗ってるんだ。捕虜は一回置いとこう。歯の見張りが本当に厄介だな。どうしよう、降りないのかな。この敵誘導して倒したいな。誘導しちゃおう。うん、大丈夫だね。はい、失礼します。ちょっと見つかりかけたかな今。上、あーなるほど、そこにいた。全然気づかなかった。今ならいける。一回死体を片付けよう。死体を片付けよう。見張りのやついきなり後ろ向くなよ。こっちに片付けよう。お片付け。さーて、このマークは敵だと気づいたら逃げていくタイプのやつだけど、できることならば倒しておきたい。接近してる。あれ、完全に接近しない。頭に当たんなかった。どうしよう、この投擲はちょっと難しい。ああ動く、今ならいけそう。はい、この距離があるなら手前と奥の高台にいるやつどっちを先に倒すべきだろう。なんだ、気づいてないよねあの人。あの人倒しちゃうか。倒しちゃいたいけどまた向こうに回んないといけなくなっちゃうから、こいつやっても大丈夫かな。音で下に降りてくるということはないんだよなきっと。いや、降りた。え、また上がるの？大丈夫だ、気づいてない。やり回収。さあ、いいぞ。あと5人だ。また裏側まで回ろう。さあ裏側まで回って、こいつをやっちゃおう。死体を隠すのは大事だな。はい、もう隠さなくて大丈夫か。あとは誰もこいつのことを見ていないから、やり OK、槍は回収しよう。トリオはとりあえずまだしまっとこう。で、あとは上のあの3人。
リーダーみたいのを崇拝してるけど、二人が。どうやって倒そうかな。まずは石で離してみるべきか。二人気づいた？来てる来てる来てる。警戒しちゃったかな。どうしよう、うまくばらけてくれない。ロシャニ、待てよ、ロシャニといえばこいつ村に呼べちゃうやつだ。こいつも捕らえるんだな。こいつやれそう。ロシャニが動き始めた。ロシャニーにスティング爆弾は効くかな。多少効いてる。先にこいつをテイクダウンしちゃいたいな。もうちょっと前に出てこないか。来てる来てる。もうちょっと前に来い。ロシャニーに見つかった。ドラドラドラ、ボンボー攻撃。うわ、コンボを投げる投げる。痛い、強いよ。回復やり、ほらほら倒した。コンボぶん投げて。ステルスってものが不可能なのかな。あ、そもそもステルスというものがないか。Santa Isila Sushdugistaris Batari Sushalhain Winja Dagwash No Sushalhain Guana Purkalash Winja Purkalash Dachaya Dahata Kotihutstor Dachisla Purkalash Dachisla Dachaita Uno Guash Guash He wenja mim guama. Winja mguashta. Kwai shwadar cha guaifa. Izila basti.
Swadar Hasam! Tachisla Di Baram. Poor Kalash. Ay, Minasham Sushalhain. Umana! Nashan Hamagam!捕らえちゃった。まあそのうち小屋は作るよ。イジラのロシャニが村に加わった、村に加わった。クラフトできるようになってる。これだね、火炎爆弾。火炎爆弾ゲット。火炎爆弾、その通り火炎爆弾。話すか。Al kauhi ni su fu mai ga, ai shim lao shita, muti saku shuenja. Wal kauhi mi, tahai salwaya. Umana, ni kau jata. Isi lai sashman, ha ha tra shwagai, masi wantar sashman dramash, ha shaugas taichash.Sashman Tashyata Nupalhu Wenjayatra Dahata Su Gaujata Ma'u Twarshi Suman Umana! まあでも檻から出れないって言ってもそのうち小屋は作ってあげられると思うから。まずはクエストやっていこう。種、場所はここか。イジラ同士の争いに負けて村のために種を盗め。難易度ノーマル。じゃあ今回ここまでして、じゃあ次回はイジラクエストやっていこう。この村にはウィンジャとウダムとイジラ、全ての部族が混じることになったのかな。まあ、混じるって言っても一人ずつだけど。それじゃあ次回イジラのクエストやっていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。